それでは本日のゲストをご紹介します。黒木岩下さんです。イエーイ。会社飲んでないの。はい、それでは、ガンちゃんと、うん、あの私が初めて会ったのいつかご存知ですか。どっかのホテルの、はい、大阪だったかな。すごいだよね。でコンバスカルテット、あの相葉さんと、はい、村上光志、はい、山本治、うん、奥田さん、そうです。ああこの4人でね、コンバスカルテットやったので、それを聞きに行ったの、はい、でその後宴会があって、そうなんですよ。それでそうなんです。関西人ばっかりやったから、なんかちょっとね浮いてた。ごめんなさい浮いてたでしょ。ごめんなさい、こそこそね、あの人浮いてるねって言っていや照れるね、なんかまだあのちょっと引いてないかもしれないんだけど、あのじゃあガンちゃんから。え、あ、そうなの。はいはいはい、はい、あの、ようこそいらっしゃいまして。いや、嬉しいわ。で、あの、今日ゆうこりんです。ゆうこりん、ゆうこりん、かのこさんです。いつもの、それでは皆様ようこそいらっしゃいました、はい、サーカスへ。どうも、おめでとうございます。もうシャスデリこのノリがね若干関西的じゃない普通さ、こうやって外でこんだけ明るいとさ、家行くとすごい暗くなるでしょとか言って、家でもんねもう寝る瞬間までこうだから、ね、寝る瞬間まで、朝起きた瞬間からこうだからね。教えてもらったスペースサーカスとか、うん、私はスペースサーカス全然知らなかった。この間教えてもらって初めて知ったんだけど、うんうん、カシオペアの最初、うん、朝焼けのチャラララチャ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 っていうのを、うんうんうん、もう猫も尺子もみんなあれやってた、あれやってた、うん、でとりあえずそれをやってたら、うん、もうみんなカシオペアとかって盛り上がってた。チョッパーチョッパーそう、多分ね、僕日本で一番最初にやった人だと思う。日本で初めてチョッパーをした人。そうでもね、初めてやったのは、その時住んでた家の、暗いとこだから誰も見てないっていうね。かんちゃんって確か私の生まれ年、うん、え、小学3年生、うん、3年生の時からエレキベース弾いてたね。マジじゃん、うん、すごい。それはどういうきっかけで。それはね、兄貴のね影響。ドラムをやってた。ドラム、うん、なんかビートルズの音楽ね、あのヘイジュードとかさ、そういうのレコードでかけながらそれに合わせて叩いてるでしょ、はい、そうするとさ、やっぱり僕としてはすごいそれがかっこいいわけ。ドラムってね、ドク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 ドで、なんだよって言ってで、兄貴はあの中学校に入った時に帰りが遅くなるでしょ、はい、で、僕は小学校3年生だから、うん、早いでしょ、はい、だから早く帰ってきて、いじるわけ、ね、っそり。そうすると、素手の上にこうあのスティックが置いてあって、はい、それを最初は置き方が分かんなくて、はい、違うように置いたら、お前触ったよじゃあこれから決闘しよう。決闘オリビア・ニュートン・ジョンのあのそよ風の誘惑を聞いて、はいはいはい、それに一緒に、はい、あのどっちがうまくタッ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 できるかどうかやろう。おおでやったら俺の方がうまかったそしたら兄貴がうめそんなんじゃ使えねえな仕事やれないって、はあみたいな。それでお前そんなんじゃダメだからお前違う楽器やれよで、はい、兄貴がその友達からエレキベースをタダでもらってきてくれて、ああでそれを僕に与えてくれた、ドラムをやらせたくなかった。そういうこと俺の方がうまかったからもうビートルズばっかりやって、ビートルズと あとカーペンターズ大好きだったし、あとはあのポール・モーリアとか、ポール・モーリア、うん、あのニニ・ロッソとか、ニニ・ロッソ、そうあとはね、昔のあのパーシーフェイスオーケストラとかね、ずっと小学校時代は誰ともバンド組むことなく一人でまあシコシコやってた、シコシコ、うん、で中学入ってバンドをやりたくなって、で友達誘ってじゃあお前はギター、お前はドラムとか言って割り振りやってでバンド組んで、はいはい、でそれでビートルズと、ウィングスとかね、うん、だから本当はビートルズ世代じゃないんだけど、
もうガンガンに聞いてるっていう。お兄さんで、昭和何年生まれぐらい？あの人は35年か。35年、うん、戦後15年ですよ。戦後15年戦後15年ってすごくない？ついこの間だ。そうなんですよ。もう焼け野原だぜ。もうあのね、うん、私の姉ちゃんがね、うん、昭和35年なんですよ。あら、それで焼け野原だったでしょ。焼け野原だった一面の。いやいや、それ知らないで、私は昭和40年の早生まれなんですけど、だから学年一つ下かな。そうだそうだ。で、あのやっぱり姉ちゃんが、うん、うちの姉ちゃんはあのどっちかっていうとユーミンとか、その前はね、さだまさしとか、うん、あの精霊流しね、そういうのをやってて、あ、聞いてて、うんうん、それで姉ちゃんピアノやってたんだけど、うん、それでピアノでなんかあのそういうユーミンとかね、うん、弾いたりしてたね。うんで、なずると思ってたんだけど、姉ちゃんギターも買ったんだよね。うん、で、そしたらね、ギターもね、あんまり続かなかった。あ、そうなの。すぐ弾かなくなって、うん、で、それを奪って、あ、ギターでは買ってやろうと思って。あ、やっぱりそうなるんだよ、兄弟って。ね、で、スモークオンザワタ弾いて、天国への階段。天国への階段とね。天国への階段とね。そのポジションはもうずっと忘れる。そう。で、ちょっと経って掘ってる代わりもやるんでしょ。ツインギターをね。泣きのギターね。相手探してね。そう。2倍弾いてって。必ずみんな通る道で。そう。あと、トトとか。ああ、そう。あ、やった。かっこよかった。もうスティーブ・ロッカーさんがね、大ファンでね。ね、あの音がかっこいいじゃない？ギュイーンってね。ギュイーンってね。あとバンヘイレンとか。ああ、なるほどね。もうね、バンヘイレンになるともうロックとか、もうそこになっちゃうともう僕の頭の中はね、もうソウルミュージックとジャズしかなくて。もうね、小学校6年の頃にはもうアースウィンド&ファイヤー命になって。ああ、すごい早い、うん、すげえ早い、姉ちゃんがね、高校ぐらいでアースウィンド&ファイヤーで、で、その頃中学生ぐらいで、なんなの、はぁ、はぁとか言ってるの裏声でね、全然わかんなくて、何がいいんだろうと思ってた、隣の部屋でずっとアースウィンド&ファイヤー買ってたんだけど。だからあの、僕がその中学校に入るぐらいから洋楽がすごい、うん、盛り上がってたのよね。あのクイーンとかも、まああれは小学校の時だったかもしれないけど、クイーンもね、うん、すごい好きだった、ね。うん、オペラ座のね、夜ね、夜とかね、うん、かっこよかったの。そう、うん、でもライブ版来たら、あのコーラスのところはあの録音だったので、ちょっとがっかりしたっていう。まあそりゃそうだろうなと、あれは無理だよなと。そう、うん、高校の時に先生があのデイブ・グルーシンとか聞かせてくれて、それがフュージョンの入り口だったって言うんですよ。リリー・トナーとか。リリー・トナーとか。チョッパーって、最初にその自分があのガンちゃんが弾いたっていうのは、何を見てそれをチョッパーを弾いたで、僕が最初に見たのはラリー・グラムで。ラリー・グラム。うん、で、日比谷の野音でね。で小学生ですよ。うん、あれ、6年生の頭かな。いやー、ない。そう、それで、ラリーグラムが出て、いきなりチョッパーをやりだしたんだけど、その時多分日本で初上陸だったんじゃないかなと思うんだけど、だから誰も知らないわけ、チョッパーのこと。何やってんだろう。そうで、なんかふざけてるぞみたいな感じになってきて、客がだんだん怒り始めちゃって、それでなんか暴動みたいになっちゃったんだよね。それでコンサート止まっちゃったんです。それ、うん、あまりにもみんなが騒いじゃって、ブーイングで、うん、で椅子とか壊し始まっちゃう。そこまで、うん、もうふざけんなみたいな感じになっちゃって、それでうわ怖え怖えみたいになって、それで終わっちゃって、もう早く帰ることになって。でも僕は結構前の方で見てて、なんかこんなことやってるなって。でも早すぎて分かんないけど、でもこんな揺れるから、どこでどうしてるのか分かんなくて、でそれを家に持って帰って、なんかこんな感じだったのかなぁなんつってやり始めたのが、それが多分日本で一番最初だと思う。ナルスさん覚えてるかどうかわからないけど、あのナルスさんはね、まだその頃多分チョッパーやってなくて。チョッパーやってない頃があったんですね、やっぱりね。そう、それでね、僕はね、大学入った時かなぁ、 NHK のね、趣味講座っていうなんか30分番組で、なんか講師をやるみたいなことで、エレキベースの講師をやったことがあったっけ。そう、それでちゃんとあの
あれも出てね、はい、テキストも出て、それでそれの1回目の生徒が成瀬さん、はい、マジでえ、成瀬さんっていくつぐらい？え、多分今も70ぐらいなんじゃない？やったことがないって言うんで、いや、こうやるんですよって。成瀬さん、成瀬長に教えた。覚えてるかどうかわかんないけど、でも本当はそうなのよね。あんな上手い人いないでしょ本当に。芸大行く前に、うん、もうジャズの方で仕事したりしてた？うん、あのね、ジャズで仕事はしたことはないんだけど、エレキベースで、一緒にあの宮本紀子さんって、はい、うん、今で言ったらね、愛的な、あの、はい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 、こうちょっとこうシンガーですね。そう、はい、うん、もう太い声の、はい、うん、そういう方がいらして、でその方のバックでね、はい、ずっとやってた。あ、うん、高校卒業した後ぐらいだから、高校3年生ぐらいかな。わお、新宿のルイードっていうところで、うん、そこであの仕事してた。あ、うん、うん、そこで芸大行こうっていうのは、そういうどういうあのきっかけやったんですか？そうなんだよね。俺も本当にね、なんでこんな道を踏み外したかと思う。踏み外した。本当にそう思ってんだよね。うん。あれね、だからよ、あの、まあエレキベースをやりながらジャズが大好きだったっけ。でジャコ・パストリアスとかがさ、そうね、ね、うん、その中3の時に彼が最初のあのアルバムを出したわけ。ああ、ジャコ・パストリアスってやつね。そう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 、あれ。ポピポポピポポポポポ。そうそうそう、隣ね。あれ聞いてぶっ飛んで ね。やっぱあれを耳コピーするけど、もう全然わかんなくて、悔しくて、で、どんどんジャズにハマってってね。うん。うん、それで、高校に入って、で、高校に入った時からね、新宿にね、ピットインっていうジャズのライブハウスがあって、はいはい、そこに、毎日行くようになった。あの、大友義夫さんっていうね、アルトサックスの方がいらしてね、その人のクインテットが結構流行ってて、はい、あの人気があって、よくやってたっけ、週2ぐらいであったのかな。うん、で、その人のライブはとにかくいつも行ってたら、はい、そこでベースをやってた方が、まだその頃大学生だったんじゃないかなと思うんだけど、うん、酒井紅助さんっていう、酒井紅助さん、うん、うん、ジャズのね、はい、ウッドベースの、うん、こっちですね。そうそう、うん、もうね、ググると一発で出てくるけど、うん、最高なわけ。学生服で行ってたから目立ってるわけ、爪襟で、うん、学ランでこんな太いんで、こんなんで、カバンぺちゃんこで、でピットインって、そうで、ズルジャー聞いちゃって、カバンぺちゃんこやったん。カバンぺちゃんこめっちゃ不良やん。そうこんな、こんなして、そう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 、あんなぺちゃんこじゃ教科書入らんもん。入らない、もう平凡パンチしかない。大友さんの、あのクインテットを聞いてて、で酒井紅助さんのベースを聞くっていうのがもう僕のルーティーンだったっ。ルーティーンだったんです、うん、そしてある時ね、君なんかいつも来てるけどとか言って声かけてくれて、うん、で覚えてこれはって、うん、ほんで、まあそりゃそうだよね、毎日行ってるからね、うん、でしかも学生服でしょ、うん、まあ浮いてるよね、確かに、うん、でなんか君どうなのなんて、いや僕もエレキベースやっててジャズやりたいんですって言ったら、はい、じゃあ、僕のベースあげるよとか言ってウッドベース取ってくれたの。え、いきなり。ただでくれた、くれた、持ってきてくれたの、その次の日に。でこれあげるよ。マジですか。チャキのね、はい、うん、ウッドベース。あー、そのエピソード、私あのその手のエピソードは私絶対勝てると思ってたんだけど、私はね、友達が5万円で売ってくれたんですよ、オリエンテ一緒、似たような感じ、俺チャキしかもただちょっと勝ったから全然負けてる、5万円も出してる、そうでしょ、高い裕福高い5万円でもすごい安いと思ったんだけどな。ただだからね、で布のケースでさ、うん、でジャズやるんだったらウッドベースやった方が楽しいよ、いやそうなんですよ、自分もウッドベースやりたくてって、うん、
でもその頃にはもう、もうビル・エヴァンスとかねもう聞きまくってたから、もう本当にああいう世界に行きたかったっけ、ウッドベストの、うん、で本格的にやるんだったらやっぱりこう基礎ができてないとダメだから、うん、一回こうクラシックちゃんと基礎を習ったらって言って、うんうん、いう話なわけよ、うん、ね。来た当時僕は日大の付属校にいたから、ね、じゃあ日芸に行けばいいや、うん、行けばいいやって受験しなきゃいけないのにね、うん、もうどこまでも前向きなやつだ、うん、じゃあ日芸に行こうそしたら日芸 の、 先生を全然知らないから、うん、じゃあ紹介してやるよって言うんで、うん、高校の音楽の先生が紹介してくれるって言ってくれたわけ、はい、で、まあ、紹介するけど紹介するためには君がねどのくらいできるのか、うん、知りたいから聴音とかね、うん、あそっちでそう聴音とか新曲とかをちょっと今度試験するからとか言って聞く、いついつ来てとか言われて、はいはい、でもうそんなこと言われて分かんないわけだって聴音ってどういう字書くのかも分かんないしそれがどういう行為かも分からないし聴音他にどういう字があるそうピアノって弾いたこともないし見たこともないからね、うん、近づいてきたよ、うん、それで当然さその高校の先生のその試験をサボったってああえ行かなかった行かなかったそしたらすっげえ怒られて大体その高校は選択だったわけよ美術と音楽と選択で当然美術を取ってたわけで音楽を取ってないってことで、うん、その先生はもうまず嫌な感じなんで当然美術っていうのはそれ今なんかスルッと言ったけど当然美術なんだそうそうもう当然美術ですよもうそれはそうだったそうそう、うん、もう写生会が大好きだからあ何笑うねこのみんな好きだろうけどこの笑いは使っていいやつなんか腰から今落ちてったよ一応うち健康なチャンネルなんだけど下ネタが NG なんだけどそして音楽の先生とか大体君僕の授業取ってないよねみたいな感じで言われて あそうでしたっけみたいなでじゃあいついつ来なさいって言われてそれもしかとしてだからすっげえ怒られてそれ怒られるんですよお前なんかもう絶対紹介してやんねえとか言ってもすげえなじられてもう先生どうしてそんな怒ったみたいな感じそれ怒るそう怒るよね当然だよねそれでもうそこで耐えたわけ耐えた夢が耐えたああ途絶えた途絶えたうんうんそれでああもうダメだって言ってそれで家帰っておふくろに「いやこんなことあってさ」とか言って「先生怒んだよ」って言って「そりゃそうよ」みたいな感じでね「そんなもん?」みたいな感じで、うん、でそこで初めてねおふくろのね存在がねちょっと人生でね大きくなってくるの。おふくろはねの高校の時の同級生の旦那さんが芸大で教授をやって。てらしたっけ浅妻先生って覚えてる、うんうん、浅妻先生の奥様がおふくろとすごい親友だったわけそれでその浅妻先生の奥様にお電話して実はうちの息子がねコントラバスをやりたいって言ってんのよどなたかいらっしゃらないかしら旦那さんに聞いていただいてって言って浅妻先生に聞いたらそれは芸大のトップだからそれはもういろんな先生知ってるだろうってそれで日芸の先生っていうのは長島先生っていう方なんだって言った長島君だったら芸大でも教えてるよってなってじゃあもうすぐ紹介してあげるいやなんでなんでじゃないなんだそれこの高校の先生なんだったんだろう感じになっちゃって結果的にはねそう本当はそういうことはダメだよどこに言ってる誰に言ってる誰が言うとねちっちゃい子は真似しちゃダメだよ、うん、それで長島先生もねもうあの先生浅妻先生超真面目ないい先生ででやっぱりその奥様のご紹介っていうことでもうその瞬間に長島先生のお家にお電話してくれて、うん、でもう次の日に行くってことああもう話がいきなりポン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 行ってで先生のお家に学ランで行ったわけはい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 で弓なんか持つつもりもないから、う
持つ国もないからって弓もだって知らないからそうですねご存知ないから、ね、ご存知ない、ね、ご存知ない自分の話やけどあそうそうそうもう自己敬語誰も敬語使ってくれないから自分で言うしかない自己敬語でそうそんなんでご存知ないでしょ、はい、で行ってさでじゃあ君じゃあなんか弾いてみてって言われてブイーンそしたらもう長嶋先生もまたいい方で、はいうん、なんていうのかなこの困ってるやんそうなんていうのかなこのこのピッチカートっていうんですかそうすぐわかるでしょピッチカートっていうんですかこのこういうやつって言っていいんじゃないですかあーそうその間こっちはずっとボーッと立ってるわけで一人で先生がああうんっておやりになってて、うん、まあ、でいや君ら最高にいい音してるよでもね僕はこっち教えてんだよって言われてある子こっちをねそう、はい、でこれが何だか分かんないけどある子がないでこれ手だけやってくるこっち教えてこっち教えてなんすかそれみたいな感じいやこれ弓別名ある子知らない別名ある子で知らないとか言っていやご存知ないですご存知ない今日のポイントご存知ない、自分にご存知ないそうでいや持ってごらんよとか言ってこうやって手持たされてこうやって弓持たされて、はいはい、おいい持ち方だねこんないい持ち方見たことないよとか言っていや今初めて持ったところでそう持ち方一個も知らないのにいやーとか言ってあでいやそうっすかなんて、まあねなんつってでちょっと弾いてみてギギギギギッといやいい音だとか言って先生も最高だから乗せ上手だからもうんでいや俺も決してこういうの嫌いじゃないっす上から嫌いじゃないっす嫌いじゃないっす、うん、そうかとか言ってそうかみたいなじゃあちょっともう一回やってごらんとか言ってそっから道を踏み外してねそのガラ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 とその時点で何年生それが高校3年生、そう3年生から始めて、現役で受験行ったわけですよね、やめとけいいのにねだっていやでもピアノで何だか分かんないんだねそれでやめとけいいのに、そう試験の順番としてはだから最初に最初コントラバス1時2時があってでその後あの長ソルがあって長ソル長ソルいやだいたいその2時にまで行くとも思ってないわけよねだって本当にそのちゃんと始めたのは高校3年生の9月からだからいや遅っ9月って10、11、12、1、2ぐらいうん、2うわ、遅っ短っ短っ短所疲れないからだからえ、それ何課題曲は何だったんですかあのね、だからスケールとアルペジオとかあるでしょ芸大って絶対そうあのねしかもねオーケストラもあったのオーケストラオテロオテロオテロのあのオテロの詩の部分ドドルル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 大学受験マジで、その音がなんだか分かんないんだよ当然そこまでポジション行ってないわけだまだそこまで行ってない、シマンドルでシマンドルをやってたんですよ。そうそうシマンドルをやってて、だいたいこう真ん中のゲーまで行ったかなぐらい。ゲーも行ってない。行ってない。デーぐらいまで。はい。デーぐらいまで。ちょっと待ってください。あの課題曲は何だったんですか。あのね、だからそのオテロの詩でしょ。それ課題、ああそれはオーケストラ。そう。あとコンチェルトみたいなの。コンチェルトはカプッツィ。カプッツィ。そう。で1時がバッハの無伴奏チェロ。はい、あのジーグとサラバンド。はいね、はい、でも当然何の音弾いてるか、まあ、今でもそうだけどいやいやいやそんなことないです本当に今でも楽譜が読めてないで弾いてるんだけど本当そうなんだよ俺今、うん、いやまあねそうなんだよね俺って天才かもしれない何の音弾いてないで分かんだからななんかでも私もあの
正直言って何の音弾いてるかよく分かってないですよ、うん、興味ないんだよね、興味ないんだよそこに。でも私もジュミさんが何の音弾いてるか分かんない。それは笑えないやついいね、何の音弾いてるか分かんないんだよ。いやだよ。え、でもそんなバカな無伴奏とホテルを弾いて、え、カプッツィも弾いて、そう、カプッツィも弾いて、いや、それ4ヶ月とかでそれ揃えるのも大変だったでしょ、うん、だからね、揃える揃え方よ。エレベで弾くわけ。何、まず家でね、あ、まずこっちで、まずエレベで、デン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 、ダッサイ。なんだこの曲だとかって、ダッサイ。ダッサイよね。え、なんでここで普通に何F シャープなのとか言って、もうダサいとか言って、いや、なんか一人でおかず入れたりしてたら、そうで、ここで絶対ここでサスポイント大喜利でしょとか言って、ダダ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 、そう、で2時も通っちゃった。え、3時でピアノが出てくるの？そう、うん、そのピアノの試験の前の日になんか先生とかね、そう、いや、だいたいね、その1時のね、試験の前に、それぞれの試験の前に先生のお家にお邪魔して、その弟子が全員でこう曲をね、じゃあ君このオテロやってごらんとか、じゃあバッハやってごらんおさらい会ですね。そう、おさらい会をやることがあったわけ、うん、で、まあ、皆さんすごくお上手でね、いや君はねいいよとか、音程バッチリだし、でもこういうところを注意したらいいんじゃないなんてやりながらね、優しい感じでね、もうなんかアランドロンみたいな感じでね、うーん、そうみたいな感じでこう優しい感じで、ね、言ってくれるわけ。それで俺の番になるでしょ、俺が一曲聴くでしょ、君は絶対落ちる。一曲一曲全部落ちるって言ってくる。もうさ、おもろい、おもろかった。それ普通に君は絶対落ちるよって。そう、うん、君はね絶対落ちる。それニコニコ言うわけね。うん、言って。落ちますよ。やっぱり涙出てきた。で俺もだって受かるつもりもないからさ、うっすとか言って、うっすじゃない、それね、なんか言ってる対応がうっす。これをね、もう全然このくんずほぐれつになってない感じ、噛み合ってないで、噛み合ってない全然。それがバーンって、で蓋開けてみたらね、3時まで行ったの俺だけだったの、すごい、さすががんちゃん、そうしたらね、で先生がね、じゃあ君ね、来る明日いよいよピアノの試験だから、ちょっと一回うちへね来て、ピアノにね、ここで、でね、で、いや明日ピアノだからね、じゃあちょっとピアノ弾いてごらんって言われて、えは、いや、いいから、とにかく弾いてとか言って、いや、でも、とか、いいよ、じゃあツェードアでいいから、ツェって何ですかって言ってめてとか言って、その時はだからその募集要項見てなかったんです、完全にちゃんと。俺はね、隅から隅までは見てなかった、見てないピアノの試験があるっていうことは理解してなかったわけ。あのね、なんかピアノはあるっていうのは知ってたの。なんかあるっていうのは知ってたけど、うん、なんかあるかで、ピアノも知ってたんだけど、そこまで行くと思ってなかった。思うわけないじゃん、はい、だって9月から始めてんだで、自分が何の音弾いてんだか分かんないでいいんだからね。そんなんで受かるわけないわけだから、もう当然もうそこは1ミリも見てないわけ、3次試験のものは、うん、想定外だったわけね。そう、うん、で1次だけでも受かれば同じだなと思ってやってたわけ。俺は例えば共通一次もそうだけど、その0点取ると受かんないわけ、僕らの時は、はあ、5教科7科目で0点があったらダメっていう。ああ、なるほどね。で、なんでなんだろうと思ったら、聞いたらね、0点っていうのはね、やっぱすごい数字で、どこまでばっか分かんないんだって
マイナス100ぐらいかもしれないけど。ああ、なるほどね。もう、1点でもあれば0点以上。あ、なるほど。未知数なんだよね、0っていうのはね。もうスケールが大きすぎて。大きいのか。スケールが深すぎて。深すぎるね。あ、うん、なるほどね。それで0点はあっちゃダメだって言われて、うん、でも数学とかは0点取る可能性があるわけ。ね、例えば答えが11だったら1と1を選ばなきゃ、2個選ばなきゃいけないわけ、うん、ね、うん、ということは11って分かってないとダメなわけよ。そうですね。当てずっぽで全部左で全部行こうなんて言ってるのダメなわけ、うん、で俺は3点だったんだけどそれ1個がたまたまその必要十分条件で丸か×かでたまたま1個だけ当たってた。3点ですよ。セーフ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 。もう楽勝。いや、そんなんでさ、まあそれで、まあ、ピアノがあるって言って、で先生のお家行って、じゃあ正座でいいからいいとか、それで正座って分かんないけど、もうとりあえず「さあさあ」とか言って、 でも右手だけだったらとか言って、で「いいよ右手だけで」って、そうほんで「えい!」ってやったら、たまたまどこが当たって、それだよ。それだよ。ドですよね。ですよね。でドレミでファで親指くるけど、そんなん当然ご存知ないわけ。ドレミファソラ。あと長嶋先生が後ろで見てて。それ試験の前の日だよ。なんだっけ、くぐらせるかな。そうそう、それで2回転反射。2回転根性で。先生最初怒ってたけど、もう1回転したところで笑ってた。もうこれは生きようがないなと思った。そう、そう。でそれ終わった後、もういや君ねって、いやさすがだよとか言って褒められて、うん、でこの世界狭いからね、君受けない方がいい。それで次の日に朝ね、芸大に電話して、すいません熱出ちゃったんで休みますとか言って、あ、言ったら芸大の試験で熱が出たくらいで休むやつなんか一人もいなかったみたいで、ちょっと待ってください。ああそうなんだ、でもね今これはもう規則でね、もうつい知ってできないんだよって言って、俺的にはよかった、あそうっすか、マジっすかとか言って、でもこんなんなってお袋に。うん、それで浪人。それは怒られなかったです、お母さんに。いや、お袋もそれやばいだろうってことになって、追試なんかあった日にはね、もういよいよ逃げらんなくなるから、ますますね、バカにしてんのかってことで怒られちゃうから、次の年受けても絶対ダメだから、もうこれはもう君も隠れるしかない。なるほど、隠れるしかない。ああ、もう隠れた。まあだから最初からあのね、一郎は覚悟してたぐらいの感じですかね。そう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 。それで次の年。で、今度はもうピアノ。めっちゃさらっちゃった。もうめっちゃさらった。でも相変わらず何の音かわかんないんね。でその時付き合ってた女の子がピアノの人だったから、もう一個一個ね、もう手携えてとか言って教えてもらってね。ああ楽しいと思って、で一日見て一小節だけって言って、ね、楽しい時間よ。そう。もうなんかもう全部ドアになっちゃった。それで3日目に初めて両手合わせるっていう、はいはい、それでそれもね、バッハのフランス組曲よ。タッタッタタラタッタッタッていう、いやいやそれがでもね、それもう徹底的にやって、それでと途中で止まったらダメだっていうね、都市伝説があったから、もうほんまのやつ、はい、それでいろいろこうやりながら、うちでさ、おふくろとかさ、兄貴とかに途中で話しかけてもらって、それでも、あ、それはね、俺の住所はなんとかなんだよ、あのおふくろなのか、加藤優子ちゃんって、絶対止まらないそれ大事絶対何があっても止まらないくんだ、そういう練習法があったんだ。もうバカな
のって。そう、金本ちゃんやって私に。もう大リーグ養成ギブスみたいなもんよ。ジュミさん、可愛い男の子がいたわ。どこ止まっちゃったよ。止まってる。止まってるよ。うん、そんなんでさ、もうやってたらだんだんね、指だけが独立して動くようになって、もう何言われてももう全然止まんない。もうピアノ完璧で、もう絶対受かってやるの。それで受けに行ったわけ。そしたらまあ2時も通って3時になりました。でピアノまで全部行きました。おい、じゃあ帰ろう、飲みに行くぞとか言ったら、なんかみんな勉強してんだよ。どうしたんだよ。え、だってこれから楽天だよ。楽天あるって知らなかった。楽天最後。そう、知らない。飲みに行こうってみんな言ったのに誰も行かない。つけてやんな。そう、誰もだってもうケチ。楽天あるって知らないから、うん、もちろん何にも分かんないわけ。で、象与道とか言って書いてあるじゃん。象の字が違うとか言って人弁書いて書いたらすげえ怒り買っちゃったみたいで。で、もうそれも4点ぐらいしか取ってなくて、でもその学点はやっぱり平均点が90点ぐらいなわけ。あ、できて当たり前のもんで、はいはいはい、で、1人で4点だから、はい、これはさすがにね、交通ルール知らないで運転免許やるようなもんだ、これはできないからってまた落ちた。それで2浪。なるほど、学点で2浪。そう、すげえ。その時に別科に入ったわけ。別科も併願できたわけで、別科に入れたわけ。別科はいらないね。うん、実技だけだから。別科はエクレスもその後引かされた。なるほどね。でもそれも何の男引いてるか分かってないんだよ。もう何も分かってないんだけど、なんか別科入ったわけ。今この話を YouTube にもし流したら、何の音弾いてるか分かんないんだけど弾いてたっていう言ってることが意味が分かんない人がいると思うんですよ、うん、だから要するに耳コピーみたいな感じで弾いてるんで、楽譜上の何の音とかっていうことはあんまり考えてないっていうことを言ってる、ね、そういうこと、ね、そういうこと、そういうこと、そうなんですよ。 それってでも多分あのゆうこりんも金本ちゃんも子供の時からあのバイオリンを習って、そう、絶対音があったりすると、絶対音があって、それでここの音がこれでっていうの、音と楽譜がリンクして、それでそれが指とこう なんていうの、それリンクしてるわけでしょ。私ね、最初さ鈴木やったから楽譜読めなかったよ、うん、あ、鈴木は楽譜読むの分からない、ね、うん、指でやる、え、指で覚える、指と先生が弾いてるの真似するみたいな。ああ、だから似たようなもんだよね。コピーに近いよね。2年ぐらいは多分それやってる。ゆっこりんは私も鈴木で、鈴木からすごい名前を教えてる。あ、そうなん、一緒一緒一緒だ、なんだ、早く言えってもう一緒です。いや、ご存知になったわ。あでもどっかの時点でそれはだからちゃんとその克服して、克服しないとダメなんだね、うん、いやだけど そこを経てこのレジェンドっていうのがね、いやいやちょっと異色ですよね。私不整脈なんですよ、私。不整脈、うん、で私あんだけフュージョン高校の時好きだったのに、うん、高校卒業してジャズ系の学校まで行ったのに、うん、行ったのに、もちろん人見知りもあるけど、うん、何がこれは絶対無理だと思った、その一番決定的なこと、うん、インテンポが弾けない。インテンポがつまんないとかじゃなくてね、じゃなくてインテンポで刻めない。でだから私ね、いい言い方すると、うん、あのすごく日本人的なんですよ。だからビート感はないんですよ、うんうん、空間しかないんですよ、空間ね。俵屋宗達のね、あの隙間みたいな感じで。でもメロディ弾きでもやっぱりメロディ弾きでもやっぱりビート入ってないとこぼれちゃダメでしょ。でもなんか自分が気持ちいい音になったらなんかもうそういうことなくなっちゃうんですよ。あ、分かる分かる。もう今もっと長くいたいって多分無意識にそうなっちゃうんですよね、うんうん、だからそのビートっていうのを無視しちゃったりして。いやいや、それはね、合ってんだよ、うん、合ってる合ってる合ってるんですか。合ってる合ってる。あ、ありがとう。合ってる、うん、だってさ、楽譜なんてさ、あれあのしょうがねえからあの楽譜になっただけでしょ。あのベートーベンさんとかさ、本当はもっと想像がすごい、うん、でも本当は4拍子じゃねえのに書くと4拍子にしか書けないから書いてるだけであって、ねえ、うん、なあ、いいんだよ、いいんだよ、いいんだ。これフライパンってどこにありましたっけ。前前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 前
こで社長目の前これもフライパン、それでもフライパンじゃない、ちゃうよな、ここで焼けへんよな、それヘルメットよ、ヘルメットこれ親父はね、あの京都大学だったっけ、あの、兄貴も京都大学、2人兄弟そって京都大学で、それで僕は京都好きになってるわけ、で今出川通りにずっと住んでて、あの京都大学からあの銀閣寺に行く途中に住んでたんだって、それで なんかねその親父が、まあ親父とあんまりろくに話もそんな濃くできることもなく、亡くなっちゃったから、だからなんかこう自分としてはさ、なんかそれがこう今ねずっと、親父は歴史の、人だったんだけど、で、まあ、僕もそんな感じでなんだか知らないけど歴史が好きになって、なんかすごい歴史ね、フェチなわけよ、歴史フェチなわけおなんだ、もう赤ちゃんプレイかもう赤ちゃんプレイか早いな、ちょっと歴史フェチだよね、そうすごい詳しいもんだって、いや好きなんだよね、でその歴史とその音楽とどうやってリンクさせて、ね、そうそう、この時代の音楽は、こういう歴史的な背景のあるあの時に書かれた曲だとかっていう、だからこうやって弾かなきゃいけないとかね、だそういうのがさ、なんか好きで、こうでもそれはやっぱり親父の血なんだろうね、それでやっていくうちにだんだんさ、やっぱりこう、あ、なんかこう今親父と話ができたら、これ最高だなってもう常に思ってるわけで、まあやっぱり長生きするっていうのは素晴らしいことなんだなっていうふうに近頃そこに結論が言ってんだけど、八ヶ岳に、高原音楽堂っていうのができたのよね、で、西部が、出資してで音楽祭を始めたわけで、それの第1回目に呼ばれたんだよね、で呼ばれたのは別に僕が呼ばれたわけじゃなくて、まあ、僕もメンバーの一人として呼ばれたんだけど、室内オケを作って常夜をやります、でたけちゃんの、ノスタルジア、あれを初演します、初演なんや、日本初演だったわけ、それで で当然さ、だってベートーベンが誰だかも知らないで芸大入ってるような人だからね、タケちゃんのことも全然ご存じないわけよいやでもその時点で相当ご高名な作曲家ではあったんですよね、でしょうね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 、まあそれでさ、それでそのだって一晩はその弦楽合奏で、はい、コンマスは澤先生、それで隣にウルちゃんがいて豊島もいて、それでチェロは山本裕之介に向山佳恵子学生の、すごい、田中正弘、でビオラは川崎先生、川崎さんに、あと上田凛ちゃんか、そういうようなメンツで、 あと子守屋タータンもいたな、あタータン、タータンもいたで、あとあれもいた、マロ、マロはねウィーンに行く前だったかもしれない、そんなようなメンツで弦楽合奏でやっていったんだよね、でまあそれが一晩あって、他のメインっていうのかな、それはまあそのタケちゃんの曲がメインだったんだと思うんだけど、その他にリヒテルだよ、リヒテル来てリサイタルやるの、でパーティーがあったわけで、挨拶とかはその当時の中曽根さんが、挨拶するわけ、安弘もうすごいわけ、やっちゃうやっちゃうちゃんやつちゃんやつちゃんやつ来て挨拶して、ベラベラ喋るわけ、ベラベラ喋るね、それで、まあそういうようなこう外枠は埋まってるわけ、外枠ね、ね、それでまあリハーサルが始まりましたと、それでまあリハやるじゃん、そうするとさ、なんかリハやって休憩時間になると、なんか知らないおじいさんが来てね、
なんかピアノ弾いてるわけ。スージャー弾いてるわけや。あれでどう、これどう、よく入れたなここにみたいな。どうしたんだなっつって。ほんでまたリハが始まるとなんかどっか行っちゃうわけ。いなくなる。でまた休憩になるとまたそのおじいさん来てピアノ弾いてスージャー弾いてるわけ。でみんなもねなんか絶対もう近づかない感じなで俺はもうとにかく気になっちゃって、でも結構いい感じの和を弾いて、ビル・エヴァンスみたいな、いい和声弾いてる。で、うまいじゃんなんて思って、近く行って、かけちゃうの背中、ボーンとか叩いて、うまいじゃんかけちゃう。うまいじゃんどうしたんそれで、いやいや、僕、ピアノちょっと好きなんですよ。あ、そうなんで、そっからさ、なんかいろんな話になってきて、いや、実は、俺もあのジャズ大好きで、とか、ビル・エヴァンスのアルバムのアイプレイが大好きで、いや、僕はアフラなんですよ、なんつって、いろいろなんとか合戦みたいになってきて、はいはい、そしたらもうそれがどん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 深くなってきて、たった10分の間に。もうすっごい音楽のいろんな種類になって、で俺ももういろんな音楽聴いてたから、あのポルトガルのファドはあれの人が好きだとかね、あのスペインだったらあの人が好きだ、あの何シチアトだったらああいう民族の音楽がああいうのが好きでとか言ったら、いや君すごいねみたいな話になって、君どこ泊まってんのなんて、いやそもそもあんた誰みたいな。それでなんかいろんな人の話から、いやなんか偉い先生みたいでこの曲書いてる人、あそうなんだ、早く言えばいいのかな早く言えよみたいな感じで、それでもなんかその先生がそんなすごい人って知らないから、なんだじゃあ俺の部屋今日来るおじさんたけちゃんって最高で行く二つ返事ですごい、それで娘と奥様と3人連れて、俺の昔乗ってたセリカリフトバックセリカリフトバック、うん、1979年車、もうそれに乗って4人で俺の部屋に、そっから1週間毎日毎日俺の部屋に来た、で俺の部屋で大宴会だ、でもいろんな話して、それでもう俺もハードロックも大好きだったし、たけちゃんは超ハードロックが好きだったわけ、でまあいろんなこと知ってるわけで、俺も悔しいから一回しか聞いたことないのにあれはよく知ってるとかだからうん、なんかいろんなもうネタ出してやってるうちにだんだん盛り上がってきて、でまあで当時ね映画も大好きだったわけね僕はね、で映画のあのチラシっていうのを集めるのが大好きで、はいはい、もう昔から映画をすごいよく見てたわけで、白黒映画からもう本当にあのフランス映画もイタリア映画も結構よく見てて結構知ってたわけで、映画音楽もそういうわけで大好きで、あの人の音楽、ひまわりの映画音楽も、はい、あの人いいんだよね、はい、っていう話でね、はい、いろいろ してて、うん、なんかそう僕もね映画音楽実は書いてんだよ早く言えっつうのみたいな感じで、うんうん、もうその頃には300作品くらい書いてて、ね、もう日本の頂点にいらっしゃる方なのにね早く言えみたいな感じでもうボンボン叩いて、映画音楽のタケちゃんだったね、もうすでにね、そうなの、その当時ね、そう、それで7日目にリハが終わって、うん、じゃあ明日からいよいよ本プロが始まりますって前にパーティーがあったわけ、はいはいはい、でそこに中曽根さんとか、はいはいはい、もうあと堤さん、はい、もう西武グループだから、はいはい、堤さんオーナーもいらして、もうすごいメンツがさもうすごい集まってきて、もう分かるでしょ、なんか胸騒ぎがするでしょ、もう超セレブな世界で、ね、そう、もう想像つけて、もうドキが胸胸でしょ胸がドキドキだよ、ツッコミ損ねた一応お約束だね、それで、それで長曽根総理ねスピーチしました、じゃあ次はいよいよ竹光先生にご挨拶をとか言って、もうその時にはもう俺なんかも出来上がってるわけ、もうガンガン飲んで、それで竹光先生がもうバーって言ってね、台の上に上がって、こんばんは、竹光徹ですって言った瞬間に俺がよっ竹ちゃんまーって
前やったら早やったけじゃばんとか言ったらタケちゃんもいきなりうーっとか言って俺の声でタケちゃんマンは空を飛ぶとかってバビューンとか言って中曽根の横をバビューンさすがそれで俺んとこに来たわけすげー俺が、ガーッと首根っこ捕まえてヘッドロックしてバーンと倒してなんだお前やっぱタケちゃんじゃねえかみたいなこれやろーなんて頭ぐんぐん叩いてそしたらみんなシーンそしたら澤さんがそこでいち早くちょっとああいけないとか言って誰か誰か黒木を止めろで山本雄之助に破壊じめにされてで竹ちゃんは竹ちゃんって誰かに破壊じめにされて2人で外出されてあみたいなそこで初めて分かったっていうことそう偉大な作曲家っていうことどうやらそうらしいんだそれまで飲み友達だったからでまあそれから10年ぐらい経ってね水戸室内管弦楽団とかに行って、はいはい、まあそれでやらせていただくことになって、はい、でねでさ小沢さんとか棒で来るでしょ、うん、でうんとあれ何回目かな演奏会でじゃあ竹光先生の、はい、そのノスタルジーをやろうってことになって、はい、でもうみんなもう竹光先生いらっしゃるからもう分かるでしょもうみんなこんなになってよなんかもうすごいわけなりますよねで俺その話はね結構その業界で割と東京で有名になってたわけで、ね、でみんなねそのチェロは堀亮だったんだけど堀亮とか面白いなって言っときながらどうせこれだろうなって、ねうん、どうせクロちゃんもね適当言ってんだよとか言ってたわけで岡田信夫さんとかもさ、はい、もうね、はい、クロちゃんもこれこれでそれリハーサル始まって初日ね、じゃあタケちゃん呼んで、堀亮の部屋でタケちゃん呼んで宴会やろうってことになった。で黒木呼ぼうぜ。絶対黒木はビビるから。で俺呼ばれて行ったわけ。なるほどね。え、うん、俺さタケちゃんいらっしゃった。うん、でけど、でみんなとしては俺をはめたいわけ。あれじゃなくて。そしてご無沙汰しております。なんだお前。言ってることと違うやん。やっぱりだみたいな。あれを狙ってたもん。で、俺はそうとも知らず、バーッと入ってたらいきなり目の前にタケちゃん見て、タケちゃん。そしたらタケちゃんもうクロちゃん。もう二人でもうハグしてます。あともうベンベン叩いちゃって。まあそのやっぱりまあ。ね、当然すごい人だからでも皆さんやっぱり遠慮して誰も喋りに行かないし、うんうん、っていうこと で、うん、でタケちゃんもそれがやっぱり、うん、まあしょうがないとはいえね、やっぱりこう思うところがあってたんじゃないの。でそれでさ、うん、俺がさ知らないこんな小坊主がさちゃちゃ入れてくるのがなんか楽しかったんだろうね。そりゃそうじゃないと7日毎日訪ねてはきん、ね、それはきっと嬉しかったんですよ。そう、そういうものを求めてたんですよ。だからきっとね、普通に喋りたかったみたいな、普通におしゃべりがしたかったみたいな。お亡くなりになってこれだけ時間が経って、うん、ガンちゃんは今、うん、竹光さんの曲を演奏するとき、うん、どんな気持ち。いや、やっぱりね、あのね、名言があったのよ、うん、どういうつもりで曲を書いてるかっていうね、うん、これね、多分本当に本人でして出したいなっていうぐらいなんだけど、うん、その自分がその曲を最初に初めて書いたのはあのヨーロッパの映画を見て、彼映画大好きだったから、うん、でセピアの映画でね、白黒の映画で女の人がね、あの窓際でレースのカーテンがあって、そこの窓際でドライヤーでね髪の毛をこうやってやってる、ドライヤーじゃねえ、櫛だ、櫛でこうやって髪の毛をこうやってるのが、レースの風が入ってきて、うん、レースの糧が揺れてその人の髪を揺れる、うん、まさにあの人の音楽ってそうだよね、うん、こういう、うんうん、で僕はそれで書いてるっつって、うん、はっきり言ったんだよね、うんはあうん、だから当然タケちゃんの曲やるときにはもう俺の中でそのレースのカーテン越しにやってる女の人、うん、うん、
だからもう付き合ってる女の子にそれやってくれって何人何人も願いしてて、あこれ、ねね、でも言われてみりゃそうとしか聞こえないわけ、うんうんうん、でそれが時々水になるし、うん、ノスタルジアなんていうか水だしね、うんうん、それこそあのガンちゃんのそのね何の音か分からずに弾いてるけどねっていう話あったけど、うん、竹内先生とかだってね、うん、最初はだって多分そうだと思うよ、ね、本当になんかイメージで音をこうバーッと書いてる人だったから、なんかね最初からアカデミックのあの勉強したわけじゃないですね、そう表紙感があるとかね、うん、そういうんじゃなくてその感じるままの、うん、感じるまま音を書いていったみたいな感じですね、うん、だからいいんだよ ね、うちの母があの演奏会聴きに行ったりとか来た時に竹内さんの曲をやる時にね、やっぱその和音も不思議やんか、うん、あのリズムとかも、うん、弾いててもちょっと分かるって思うこともあるけど、うん、なので、ね、分からないけどね、竹内さんの曲を聴くと涙が出てくるっていう、まあ、軽い、うん、和声とかそんなんもうずっとどうでもいい、素人やしも全然知らんから、うん、なんかね合ってるか合ってないかとか分からないけど涙が出るって言ってた、うん、あなるほどなと思ったことがありました、うん、いや本当にそうよ、うん、その完全に譜面が想像できない、うん、それがやっぱ素晴らしくて、うん、僕の中ではね、うんうん、でも他の作曲家の人は素晴らしいんだけどやっぱり譜面が見えちゃう、うんうん、あ譜面が読めない読める、僕からすると譜面が想定できちゃう、はい、その演奏、はい、演奏っていうか曲を聴くと、はい、あこれ四分の五で書いてあるの、はい、これ四分の一が入ってるんだ、はい、聞こえるけど、タケちゃんの曲はもうそれが度外視されて、ね、譜面がない、はい、もう出てくるのは映像だけ、映画の映像だけが出てくる、そこがね、あまあ僕の勝手な解釈だけど、うん、そこがあのタケちゃんが言ってたことがもう遺言のようにね、うん、頭の中にあるわけ、うん、何でもそうなんだけど、うん、最初からそれがあこれは偉い人なんだよとかこれは高い肉なんだよって思って、うんうん、それ触れるのと、待ってね、対面するのとさ、まあなんかいいじゃんみたいな、うんうんって言って、おいしいじゃんって言って、言って、いやなんか実は世界で一番のって言った、めてめて、だいたいベートーベンが知らないんだから、じゃ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 ーんとか言ってさ、あれカロヤンハイの CM ソングだと思ってた。じゃ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 、髪が抜けてわかる長い友達って言って、え、ガンちゃんは、うん、その。あのフュージョンとか、うん、あのポップスとかやる前に、うん、クラシックは全く一回も1ミリも聞いたことない。あそうなんだ、1ミリもない。大学入ってからは聞いた。そう大学入ってから要するにやらなきゃいけないから、うん、初めて聞く、うん、大工も初めて聞いたしそれで、うん、それ大学のオケで、まあ、やるからやるでしょ、聞くでしょ、聞くでしょ、でも当然もう3分ぐらいで寝るわけ最後まで聞いたことがないっていうねクラシックで最初にあいやこれめっちゃすごいかもしれないいい曲だなと思った曲、うん、あドボコン、あ、うん、ドボコンとね、うん、ラベルのピーコンの2楽章、うん、あ、うん、あれが最高に来た。ラベルの2楽章ってちょっと安っぽいよね。そうだってハービーハンコとかやってるもんね。もうあれがもう和声がさ、完全にジャズなわけ。あれはジャズですね。ね、分数和音なわけよ。だからやっぱでもそこが入門になった。そうそうそう。もしかすると、ああ、だからこれもシンフォニーじゃないけど、ジョーヤ。ジョーヤは、だからその、竹光さんとその八ヶ岳でやった時にジョーヤやったわけ。うん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 、で自分はそれがどういう曲だかも立ち位置も何も分からず、うん、でもなんか妙にいい曲だな、でその詩を見てね、うん、あーこれいいなって、うん、でも僕はねあのすごい文学少年だったっけ、実はもう日本文学をもう本当に小学校の時からずっと読んでて、もう本当に読書が趣味だった、いやー、うん、でこれみんな知らないじゃんあそうなのかな、うん、うんうん、あのもちろん最初はね夏目漱石とか太宰治とかから入って、あの谷崎とかね川端とか三島も入ってくるわけなんだけど、うん、その辺を高校行くまでに結構読んで、うん、何かがいいなと、うんうん、分かんないんだけど、うん、でもそのだからそれをね読んでね映像化ができるわけよ、やっぱりいい文章っていうのはね、
でそれがすごくそのある文章を読んでそれを映像頭の中で映像化できるのがすごい好きで本を読んでたわけ、うん、理解をするっていうよりかはそのシチュエーションがどういうシチュエーションなのかなとかね、うん、そういうのを映像化するのがすごい好きで本を読んでたわけ、うん、それはだから本を読んで自分の映像をこう膨らませるみたいな感じ、うん、そう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 、うん、で特に楽しかったのは川端康成の、うん、その日本語のその選び方が普通じゃないわけよ、うん、やっぱりこうこの文章こういうこの単語で来るかみたいな全然そのご存じない世界なわけ、はいはい、もう、はい、やるやんこの親父と思ったのに三島由紀夫はもっと違う、はいはい、やばい言葉で来るわけ、ね、でその2人が、はい、特にすごい自分の中ではあ、俺の知らない世界でこの人たちと遊びたいなって遊びたいだ思ってたけ川端三島です、うん、そのラインもう特にその2人が中学校の時に一番その日本語の選び方が中学校ですでも中身は分かんないんだよでもその文章の知らない言葉それを辞書で調べてああこういうことをこういうふうに言うんだっていう古い言葉で言ったりすると今までは2行かかってたものがその一言で済むみたいな、はいはい、だから文章が少なくなる、はいはい、ますますどんどん研ぎ澄まされてく鋭利になってくそれがねたまらないって思ってしまってたわけそれが上下にそ そうその詩がね物語やからね、うん、そうでそれが音楽となんか合ってるような感じがすごいして、うん、ああいうそのベートーベンだってねついこの間知ったみたいな感じの人が上夜聴いてむっちゃええ曲だなと思って、うん、もう映像しか浮かばないあのちょっと素人的なこと聞いていい上夜ってコントラバス入ってないうん入ってないだからあれは弦楽合奏版ってもう今あるわけよ今なんかひっくり返したよねいや本当は60層そう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 元60層ですそうでも、うん、弦楽合奏版っていうのがあって、うん、いいのよ あれはいいですねあれねバス一機が言っちゃダメだけどあれはバスが入った方がいいよねあれはあれと塩止めとアイネクライネは絶対バス、はい、絶対バスが入った方がいい、うん、そうですね、うん、アイネクライネはチェロまでだともう薄っもう、うん、ちょっとね大人になってねあのね大人になってねっていうのはねどういう大人かっていうとね本当の大人なんだよあのね本当の大人本当の大人っていうのはね何かっていうとねやりたいことをやるっていうかっこいいかっこいいよもう絶対それに尽きるわけもうそれで俺はもうトーフィルだったっけオペラをオペラだってやりたい、うん、もうだからやっぱ日本でオペラって言ったらトーフィルトーフィルしかない、うん、あのオペラがやりたかった、うん、で本当の大人になって本当の大人そうほら例えばさ、何キットカットとかってさ昔はちょっとしか買えなかったけど大人だったら大人買いできるじゃんそれと一緒全く一緒大人になって好きなものをグーってできるで大人になってそれをあ恥ずかしいっていうのが大人なのかもしれないけど恥ずかしいって言わない大人、うんうん、俺はオペラやりたいんだって言ってもうトーフィルって言ってそれで入れてもらったのね、うん、それは黒木さんの人柄いやいやいや全然全然本当にこれんだけ沸かせるんだからいいんだよ別に入っちまえばねいいんだよ入っちまえば、うん、あとは入った後にどう生活するかね、うん、これがやっぱり何こうフレッシュさをなくしたらダメなのもういつももう赤ちゃんみたいな感じです、うんうん、赤ちゃんプレイ赤ちゃんプレイ赤ちゃんプレイ